ボール板とルーターを使った深い穴掘りの方法です。これは、はい、このエレキギターを作るというコーナーをやってて、その時に、はい、この部分ですね、はい、このコントロールというの部品を埋め込むための穴を掘る方法を説明した回です、うん、はい、そうなんです。そうなんです。その回ちょっとオールさんやってないんです。一緒にはやってなかったんですよ。先生のソロのコーナーなんでギュイーンとね、オンステージなんでやった、まあその勇姿を見てたのかなと思います。はい、はい、ではそちらの動画をどうぞ。どうぞ。エレキギターを作ろう第6回、今回はボール板とルーターを使って金具の入る穴を掘ります。掘るのはこの部分、ここはコントロールの入る場所です。で、コントロールというのはこういう金具です。何をするものかというと、まあ、ボリュームであったりトーンであったり、あとはピックアップの切り替えのスイッチのついた金具です。で、これ掘り込む量は35mm。で、この深さは何で決めてるかというと、これを横向けるとこの部分が中に入る部分なんで、一番深いところで 33mm になっているんで、余裕を持って 35mm にしています。で、幅、こちらの金具の幅と高さは、このプレートは掘った穴に対して乗る場所なんで、この金具より少し小さめ、幅、長さとも小さめに線を引いています。前回こちらのフロントピックアップを掘った時はルーターだけを使って加工しましたが、今回は、ボール板を使って先に穴を掘ってからルーターで加工します。ボール板に取り付けるドリルのサイズですが、このサイズは引いた線の幅に合わせてください。まあ、ちょうどのサイズがあれば一番ベストなんですが、まあ、少し小さめでも大丈夫です。あまり大きなものを選んでしまうとこのプレートより穴が出てしまうので注意してください。フォスナービットの 28mm をボール板に取り付けて深さも合わせました。開ける穴の中心に線を引いておいてください。この方がドリルを合わせるときにやりやすいです。端を加工してから真ん中を掘ってください。このように掘れました。ここからは前回と同じようにルーターを使って削っていきます。で、穴を開けてるんで1回に掘る量は前回より多めに出して、刃を出しても大丈夫です。一回掘るとこんな感じになります。ルーターで掘れました。これでコントロールの金具がこのように入ります。大きく深い穴を掘るときは見てもらったようにボール板で先に穴を掘ってからルーターで削るというふうにやってもらった方が、無理せず楽に加工することができます。なのでボール板をお持ちの方は今回のやり方をお勧めします。この回はここまで。次の回は、トリマーを使った掘り方をやってみます。皆さんいかがでしたか？あんな深い溝でも簡単に
惚れますね。そうなんですよ。これね、あの使ってるボディの材、はい、スズメザクラという硬い木なんですけど、やっぱそういうものだとあんだけ深い穴を掘ろうと思ったら、うん、ルーターだけでやるのはなかなかしんどいんで、ああいうふうなやり方をしてもらうことで、うん、まあ早く簡単に、そして穴を掘ることができる。そうですね。まあ方法はいろいろあるんですけど、はい、まあそのうちの一つだと思って、そうですね、まあ、なんか使っていただければいいかなというふうに思います。はい。で今回配信した動画は、はい、うちがウッドロード動画家具教室という、まあ、有料で木工技術を配信しているサイトで出したもので、それを毎月2本、まあ、ちょっと期間限定ではあるんですけど、はい、YouTube で、無料で公開しているものです。はいはい、この動画を見て、まあ、もし技術とかに気になるという方は、ね、そう、まあ、やりたいな、そうですね、ね、まあ、うちのホームページを見ていただければ嬉しいかなと思います。はい、ウッドロード動画家具教室のホームページはこちら、チャンネル登録はこちら、関連動画はこちらまでお願いします。以上ウッドロード動画家具教室の大浦と坪倉でお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございます。